マーサ21プレゼンツ、心動く出会いを。この番組はマーサ21の提供でお送りします。皆さんの心動いたエピソードを伺いました。今月のテーマは春。福永大輔と福永優乃です。この春頑張ってみたいことは何ですか？子供がこの春から入園するんですけども、新しい生活に慣れていくかちょっと不安ですけど、そこは新しい友達とかを作って協力して頑張って生活していってほしいと思ってます。友達は何人欲しいとかありますか？友達は大きく100人です。ふわひろたかです。大学4年生になります。この春頑張りたいことは何ですか？今年は本当に進路を決めるっていう大きな決断をしなければいけないので、人生の将来についての自分を見つめるってことを本当に頑張っていきたいと思います。研究室は決まりましたか？細胞を顕微鏡で観察するような手法を研究する研究室に入っております。卒業研究での意気込みを教えてください。できる限り実験で新たなことを見つけられるようにちょっと意欲を高めて頑張りたいと思います。小倉里乃です。薄田里沙です。お二人は4月から何年生になるんですか？5年生2年生です。ではそれぞれこの春から頑張りたいことを教えてください。習い事のピアノです。習い事の書き方です。どの曲を頑張りたいとかありますか？春の曲を頑張りたい。じゃあ書き方は何を書くの頑張りますか？2年生の漢字です。高島剛です。この春からは何年生ですか？3年生です。では春から新しく頑張りたいことを教えてください。割り算です。100点取れるように頑張ってください。はい、頑張ります。素敵なエピソードありがとうございました。それでは今週の一押し、今回はマーサ21南館3階のエアウィーヴです。一押しはベッドマットレス S04、 デュアルモード機能を備えた新時代のベッドマットレスで、肩、腰、足の3つのパーツごとに表裏で硬さが異なり、一人一人の体型にカスタマイズできます。新生活キャンペーンもやっています。次回の収録テーマはマーサ21で夢を語ろう。皆さんの熱い思いお待ちしています。この番組はマーサ21の提供でお送りしました。